今日は歩くことができるので最高やね。最近あのスマートウォッチというか、まあそういうのでいろんなことを昔そういうのちょっといろいろ持っておりましてね、今日ちょっと紹介するのはねこれです。このまあスマートウォッチというか時計はですね、ガーミンのフェニックス 6X というやつですね。まあ、X なんでちょっとこのディスプレイというかこの画面の面が大きいやつなんですよね。これをまあ X というわけですが、フェニックス6が普通で、フェニックス6の X というのはちょっと大きいので、でフェニックス6の S っていうのはちょっとちっちゃめみたいな。当然普通のコードをつないでの充電と太陽光で、まあちょっとそれで充電を補うっていうやつですね。こんなのガジェット好きなんですよ。そういうものが好きなんですよね。ちょっとだんだんガーミンづいてはおるんやけどね。あーやっぱ歩くと気持ちいいな、最高です。やっぱりまあちょっとしたことなんやけど、これディスプレイが見やすくて、これね時間とかそういうだけでなしにね、今何キロ歩いてるかっていうのはごっつい正確らしいんですよね、これ。今 1.2 キロなんですけど、すごく正確で、そういう面では楽しいよね。あの本当はスポーツをしてそれに必要なものを選ぶというのが基本なんだけど、私の場合は時計をつけてちゃんと面白いからちゃんと歩こうかみたいなね。でこの中にね室内トレーニングっていうのがあるんですよ、こうまあ調べるやつね。それで私昨日あのアプリダウンロードしてね、でなんかこう機械使わないでできる筋力トレーニングみたいなのこうして、まだ全然それあの動かしてないんだけど、今日これ歩いて帰ったらそれやってみようと思ってね。でそれを記録したらどのようになるんかっていうのをちょっとやってみようと思ってるんですよね。もう最高におかしいですよ、本末転倒も甚だしいな。普通はこういうことをしてるんでこういう時計とかそういう記録、ログを取るね、活動ログを取るのがいるやいうのがまあ普通なんでしょうけど、私の場合は機械ウォッチとかそういうものを手に入れてからこれやろうかみたいなね、まあまあガジェット好きのガジェット好きの、まあ、私みたいな私ですよねこれ。はい、まあそれでもね結果としてそれが一つの動機となって買って歩いたりね、してるわけですから、まあ結果往来ということで、ね、私自転車は乗らんねんよね、こういう健康のためのねサイクリングというかそれないんですけどね。年いってきて膝とかが歩くのがちょっと厳しくなってきたら自転車の方がいいようですね。それはあの時の先輩、ちょっと上の先輩が行きましたね。あー気持ちいい。気がついてると思いますが3月からガーミンからの体組成計がね発売になるんで、まあ、1万8000みたいなねホームページ載ってますね。きっと手に入れるな。ほんでまあ体重とか体組成とこのスポーツのとこう何ちゅう一つのガーミンのガーミンコネクトっていうんで、一元管理していこうというそういう作戦なんね、これは。こんなことで楽しいよね、本当に。平日にどっかこういうとこで、ここはちょっとまずいけどこの隅とか向こうの方で
キャンプするのあかんのだろうか。ちょっとあのテント買ったのはいいけれど、全く設定しないまま、セッティングしないまま年を越してしまったというね、そういうこと、ちょっとこっち行ってみようかな、そういうことをちょっとやってしまったので、できるだけ早めにね、早い時期に、だそでかいやっちゃけんね、あのそのバイクで行ってするやいうテントじゃないんですよ、車でするテントなんで、大きいテントでね、まあ一泊というよりは長期滞在そこでしたいなというような感じなんですけど、今晩の 夕飯なんですけどね、夕食のまあ献立なんですが、ハンバーグの予定なんですよ。だからこれ帰ったらちょっとあの合いびきのミンチを買いに行って、ハンバーグ作戦です。いや実はハンバーグは作ったことないんですよ私は。でもまあレシピを見てね、今日やってみようかなと思っています。どうも、今日のウォーキング終わりました。距離 3.87 キロ。そして時間が、44分かな。ということでした。まあ、楽しかったね。これなんですけどね。ウォッチフェイスは当然まあ変えられるんですけど、このデジタルで大きいのが見やすいので、アナログのようなこうね、あれにしてません。カッコはそっちがいいんやけど、どうも私ね、こっちの方がパッと時間が見やすくていいんで。それでは今日はこれで、ウォーキングはね、あと料理の方はまた料理でお会いしましょう。今日の味噌汁の具はこんな感じですね。銀杏の入った味噌汁はもう私も初めてやね。本だし、これは柚子の皮を冷凍してあります。それをですね、切りにして、香り付けにね、すごく美味しいですよ、これね。香りがね、いい感じになります。だからものすごくたくさん入れるっていうんじゃないんですよね、ちょっとね。するところを、ちょっと動画に撮るの忘れました。ひき肉と、玉ねぎと卵とパン粉と牛乳と塩コショウを混ぜて、まあこういうふうに。というか私のこうイメージよりはね、ちょっとね、こう
水分が多かった感じなんですね。どうなるか分かりませんが、また食べてから気がつきます。ハンバーグ初めて作ったんですけど、大変うまく柔らかくできました。まあ自分としては大成功。